天地名刹は、うぶかた等による日本の時代小説である。野生時代にて、2009年1月号から7月号まで、連載、2009年11月30日に、角川書店により刊行された。江戸時代前期の囲碁騎士で、天文歴学者の安井三鉄の生涯を描く。第31回、吉川英治文学新人賞、第7回本屋大賞受賞作。 第143回、直木賞候補作。2012年には映画化された。牧恵美氏作画で、月刊アフタヌーンにて2011年6月号から2015年12月号まで連載された。2011年9月23日発行。 ISBN 978から4から06から31778から42012年3月23日発行。ISBN 978から4から06から387814から12012年8月23日発行。 ISBN 978から4から06から38万7836から32013年3月22日発行。ISBN 978から4から06から38万7874から52013年9月20日発行。ISBN 978から4から06から38万7920から9。 2014年3月20日発行。ISBN978 から4から06から38 7966から72014年10月23日発行。ISBN978 から4から06から38 8 8002から12015年5月22日発行。ISBN978 4 06 38万8 5 7か 12015年12月22日発行、ISBN978 から4から06から388,105から、旧監督は、滝田洋二郎で、2012年9月15日公開。主演は、V6 の岡田純一。岡田は以前ラジオ番組で生方と対談したことがあり、その時に原作を読んでいた。映画の内容は、山崎安西が、 解歴作業に渋川春海の貢献として積極的な役割を果たし反対派の襲撃を受けて死亡するなど原作史実と異なる点がありこのことはエンディングロールの後で断られている吉岡里帆は当時京都市在住の一般の高校生だったが本作にエキストラで参加したことをきっかけに女優の道を進むこととなったまだ コペルニクスの地動説が知られていなかった時代の日本に、天体の運行を観察し日本独自の正しい暦を作り出そうと試みた一人の男がいた。時は江戸。四大将軍、徳川家綱の知性。一回の騎士ながら、合図藩主にして、将軍貢見役、星名正幸に目をかけられる、安井三鉄は、天文、数学にも深い興味を示す。 好奇心旺盛な男。上卵号翌日に控えた三鉄は、合図江戸藩邸の屋根に上り星を眺めていた。親しい合図藩士、安藤有益から今度親は和田宮に、新たな和産の説問が奉納されたと聞いた三鉄は、いても立ってもいられず、翌日早朝に参詣する。そこで早速問題に取り掛かろうとするのを掃除を、していた、縁という若い女性に見とがめられる。 途上の国言が迫り、三徹は、急いで神社を飛び出すが大事な寄付を忘れてしまう。三徹が慌てて取りに戻ると寄付に気づいた縁が、持っていた。ふと説問の書かれた絵馬に目をやると三徹が解こうとした。説問にはすべて、答えが記され、新たな説問が奉納されていた。この時三徹は、縁の目の前で一別しただけで解いた、人物。 関高数のことを知る。遅刻して途上した三鉄は、対戦相手となる旧知の本因坊動作から、新剣語を持ちかけられる。かねてから将軍に、後の本当の面白さを伝えたいと考えていた二人は、それぞれの詩から、あらかじめ指示されていた打ち筋を外れ、三鉄は、初手天元という騎手を打つ。このことで、立ち合いの幕臣たちは、色めきたつが家つは、 面白いと承知。同作と三鉄の真剣な対局にイエは身を乗り出して観戦していたが職が発生したとの報告が入り、上中の儀式は全て取りやめとなり、三鉄と道作の勝負も水入りとなってしまう。それぞれの死にこっぴどく叱られる二人だったが、三鉄は正幸に呼び出される。正行は初手天元の真を訪ねた後、 半月後から、日本各地で、北極星の位置を確認せよという命令を与える。その遂行にあたって刀を貸しされる。つまりは、武士として職務にあたれという命令であり、これは、幕府の正式な事業であった。関高数に会いたいと考えた三徹は、手がかりとなる、村瀬塾という和三塾を訪ねるが、そこで縁と思いがけぬ再会を果たす。塾長。 村瀬義駅の妹だという縁。義駅が、関の書いた本を見せると三鉄は食事も忘れて、夢中になる。三鉄は関に挑戦するため関の難問を解いた上、自身の説問を掲げる。三鉄は、関から回答があったら預かってほしいと縁に頼む。三鉄と縁は互いに、ほのかな恋心を抱くのだった。一方、道作は、死の制裁で、 公開の場での対局を禁じられていた。三鉄が公務を果たした暁には、封じ手とした、上乱後の続きを対局することを約束する。北極で地の一行は、雪の舞い散る中、江戸を出発する。気のいい和役の竹部殿内、伊藤茂隆に気に入られた三鉄は、 小田原での観測において二人が補足と方角をもとに、下計算から角度を割り出し競っていることを知らされ、この競争に参加することになる。厚田での観測において三鉄は、完璧な回答を出して、竹部、伊藤を驚かせる。幼少期から、巧妙な山崎安斎に指示して、北極星を観察してきた三鉄はそのことを語り、 算術については独学で学んだと語る一方で、関の本を二人に差し出す。すると、竹部、伊藤ともに夢中になり、関に、弟子入りしたいと言い出す。その発想はなかったと三哲は語り、関の説問を解き、自らの説問を置いてきたと語る。だが、三哲の説問を二人が計算したところ答えが、無数に存在する、語問だと指摘され、 三徹はひどく恥入り落ち込み、そのことを縁に手紙で伝える。だが、説問を見た席は美しいと称賛していた。で、地位一行が宿止まりをしていると小物の矢吉が月が欠けていると知らせる。だが、あらゆる暦を確認してもその日の月食について予見したものはなかった。竹部と伊藤は、 日本国内のすべての暦の元となっているのは800年前の唐から伝わった鮮明歴であり、年月を経てずれが生じているのだと指摘する。だが、暦の変更については朝廷が拒み続けていたのだった。北極で地は過酷を極め、皇帝には大幅な遅れが生じる。そして旅の最中、年配の武部は健康を害してしまう。病床にて 武部は天の利を解き明かし我がに腕にて抱いて三途の川を渡るという待望を語る。で地位一行と調子で落ち合う約束していた武部だが見まかってしまう。三徹は武部の意志を継ぐことを誓う。ようやく北極で地を終え、設問を手に村瀬塾を訪ねた三徹だったが縁はすでに嫁いでしまっていた。判定にいた三徹は水戸光国に呼び出される。 北極で地について語った三鉄は、暦のずれが二日にもなろうとしていることを報告する。三国は、朝廷の久下衆が、北栗県のために暦を独占していると語る。だが、久下の中にも、三鉄の同門で安西を死とする、土御門安司福のようにそれで良いと思っていない者も、いた。正行に呼び出された三鉄は、正行の悲願である改歴について、 三国、武部、伊藤、安藤、そして恩師、安西からの推挙により、責任者に任じられる。天を相手に真剣勝負を見せよという正行の言葉に、三鉄は、御意と答えるのだった。こうして、幕府の威信をかけた、一大事業が始まる。だが、暦をめぐる戦いは、熾烈を極め、三鉄は、幾度となく、苦境に立たされるのだった。 これは、江戸初期に実在した暦の改革者、安井三鉄、和山を完成させた、不遇の三術家、関高和、史上最強の騎士、本因坊同作という、地の巨人と言うべき男たちと、江戸幕府の霊明記を支えた、星名正幸、水戸三国といった偉大な名君たちの物語である。実在の人物に関しては、リンク先を参照。ここでは、 簡単に人となりだけを記す。アイズハン・ホシナや北極で地帯幕府調停以後関係2015年7月17日、オーディオブック配信サイト、フィービーにて、配信開始。天地名札が、北東文芸賞を受賞しました。ブラリズム目径録天地名札が、船橋聖一文学賞を受賞しました。ブラリズム目径録 キネマ旬報2013年2月下旬決算特別、5-210ページ出演作品を本人が完全解説。最春女優、吉岡里保の奇跡を振り返る、映画編1、鈴木隆広瀬登る。毎日映画コンクール、対象は、終わりの新宅。毎日 JP、毎日新聞社。ピアニッシも1から2、2013年2月7日閲覧。 TV ステーション関東版2016年1月88ページ、天地名刹が、オーディオブック化声優、旗野渡るの名演を、うぶかた等が絶賛。イティメディア ebook ユーザー、2020年10月15日、閲覧。旗野渡るうぶかた等に聞くオーディオドラマ版、天地名刹の魅力。オラカンスタイル、2015年7月20日閲覧。ありがとうございます。